はい、どうもらいです。今回ですね、こちらのトレジャーマップ VS 兵五郎の編成の紹介をしていこうと思います。いやー、ついに、前回モリアだったんですけど、まあ、今回は兵五郎ということで、まあですね、和の国編の、トレジャーマップですね。まあということでね、いつも通り初心者の編成紹介をしていこうと思います。で、まあ今回のねトレジャンプの期間なんですけど、12月15日から12月19日、まあこれは忘れないようにしましょう。はい。で、まあ今回もね、自分しっかり1000万ポイント目指して頑張ります。さあ、ということで、編成の方を見ていきますか。はい、ということで、まずは VS オキグの方、紹介していこうと思います。で、まあこちらはですね、まあ何も気にせず、とりあえずルフィを入れてください。こちらのルフィですね、こちらルフィです。このルフィさえいれば正直攻略簡単でございます。こいつの必殺技を打つだけで勝てます。はい、それだけです。まずね、一応第1バトルで、必殺弾を5ターン短縮してくるので、まあほぼ必殺弾も打てる環境にあります。で、まあバトル3で3ターン内でチェーンケース増加量を 0.1 倍にしてくるんですけど、まあそんなん関係ないです。必殺技打てば勝てるので、はい。で、一応助っ人でね、ルフィの方を使っていただければ、その2発撃つだけで、まあ相手は多分倒れると思うので、うん。で、あとは、そうですね、ポイントの高いキャラを入れているっていう感じです。以上です。はい、ということで続いては、VS デンジロの方を見ていこうと思います。まあこちらですね、第1バトルの方で力技、地属性の膝ターンを5ターン短縮してくれます。まあ、なんでできればその、3属性の方を入れておくといいかなと思います。まあ、自分入ってないやつもいるんですけど、まあ、そこは気にせず、はい。まあ、あれですね、特攻がついてれば膝ターンも短縮してくれるので、まあ、そんな気にせなくてもいいかなと思ってます。で次、バトル3の方でですね、スロットをお邪魔スロットに変換がついてますので、まあ、こちらはこちらのね、ニコロビンで必殺の方でね、お邪魔スロットを自ソットに変えれるので、どうにかできるかなというところですね。で続いて3ターン内でチェーンケース増加量を 0.1 倍にしてくるということで、まあ、こちらはですね、こちらの、ペローナの方でどうにかできるかなと。まあ、別にこちらの必殺を使ってお邪魔スロットも、自ソットに変えれるので、別にニコロビンを入れる必要はないんですけど、皆さんさんが、まあ、ペローナ持ってなかったら、ニコロビンを入れておくといいのかなという点で、一応ニコロビンも入れてます。で、まあ、こちらの方でね、チェーンケースをね 3.25 倍に固定してくれるので、それで、この増加量なしにできるかなと、うん、固定しちゃえばね増加量も何もないので、まあ、ペローナじゃなくても、例えばそうですね、皆さんが持ってるといえば、配布3時とかでもいいですし、うん、とりあえず、チェーンケースを固定できるキャラを入れておくとね、うん、いいのかなと思います。さあ、ということで続いてなんですけど、8ターンの間 HP 残り1ターンで耐える効果と、3ターンの間防御力を1000倍にするのがあるんですけど、まあ、こちらはですね、こちらね、アーロンの必殺技で、残り体力1耐える効果と防御力アップを3ターン減らすことができますので、まあ、これであと、残り1タイル効果が5ターンということで、まあ、そちらは、まあ、あと5ターンのね、残り1タイル効果はこちらの、必殺技で5ターン短縮できるので、まあ、それで解除できるかなと思います。まあ、ジャッジですね。まあ、これ前回とか前々回とかのトレジャーマップで配布されているので、まあ、皆さん持ってるかなと思ったので入れてみました。まあ、特効はついてないんですけどね。まあ、それでどうにか、デンジローのギミックの方は大丈夫かなと思います。まあ、ということで続いては、VS キエモの方を見ていこうと思います。まあ、こちらですね、野心強靭白色タイプのキャラの必殺弾を5ターン短縮してくれるので、まあ、その3タイプの、キャラで統一するといいのかなと思います。でですね、バトル3の方で8ターンの間上段の、戦長効果無効と、8ターンの間下段封じがついてますので、まあそれはですね、まあこちらのモンキー・ディ・ルフィで、戦長効果と封じ5ターン回復するのと、まあこちらのボニーで、封じと戦長効果を5ターン短縮できるので、まあそれで、ギミックは解除できるかなと
いうところと、まあ、あと撃破時に、5万のダメージを与えてくるので、まあ、それはこちらのペローナの、ね、必殺技で受けるダメージを半減できるので、まあ、これを使えばどうにかなるかなと、まあ、別に、ね、ペローナではなくても、受けるダメージを半減とか、まあ、70% 軽減、まあ、半分以下ですとちょっと耐えられない可能性があるので、まあ、半分以上の方がいいかなと思ってます。で、まあ、あとはスロットを力スロットに変換してくるので、まあ、それはですね、あと、BB の、リーダースキルというかね、戦長効果の方で打突と、白色タイプのキャラの全属性スロットを有利扱いにできるので、まあ、白色と打突タイプのキャラを入れておけばいいのかなと、まあ、それはね、一応こちらの、ゴッドエネルがいますので、まあ、火力の方も問題ないかなと思ってます。まあ、続いてこちらの時&桃戦なんですけど、まあ、こちらはですね、野心強靭白色タイプキャラの必殺ターンを5ターン短縮してくれます。なのでそのタイプで統一するといいのかなと。でバトル3で5ターンの間1ミリの攻撃力を 1.2 倍で5ターンの間スロット影響を 1.2 倍、まあ、なのでここら辺はね、まあ、火力上げてくれるので結構いいのかなと。であとは5ターン内では防御力を1000倍と、5ターン内で受ける残り1ターン耐えるダメージが5ターンで、1ターン内でヒットバリア、25ヒットということで、まあ、これはですね1体のキャラで全部解決です。そうです、こちらの前回のモリア、これ全部解除してくれます。はい、 HP バーもね全てバリア1ターン減らせますし、まあ、防御力アップ状態も5ターン減らせますし、残り体力1体力効果も5ターン減らせます、まあ、なのでこれでね、今回のこちらのギミック全部解除してくれます。本当に素晴らしい、うん、まあ、なので、こちらはモリアを入れておけばどうにかなるかなと、まあ、あとは、今野心強靭白色のタイプを入れているっていう感じですね。はい、ということで続いてはこちらのおでん戦ですね。まあ、こちらはですね、格闘白式射撃タイプが、膝ターン8ターン短縮してくれます。で、バトル2の方で、技心属性変化がついてますね。であとスロットをフリースロットに変換という感じですね。あと4ターンの間チェーンケース増加量を 0.1 倍、まあ、こちらですね、こちらのシャンクスの必殺技で、3.5 倍に固定できますので、まあ、それで、どうにか解除します。であとは、ですね、バトル3の方で、6ターンの間攻撃力を 90% ダウンで戦員の必殺ターンを一旦巻き戻しで6ターンの間受けるダメージを、90% 軽減と、まあ、もう一つ軽減が 90% 軽減がついてます、まあ、こちらのね軽減系は全部、こちらのゾロで解除できるかなと、うん、軽減状態と、ダメージ軽減状態を5ターン、減らせるので、まあ、これでどうにか解除できるかなというところですね。で、まあ、あと攻撃力ダウン、まあ、こちらはゴッドエネルの方で、解除できますね、うん、まあ、なのでこれで解除させていただきます。はい、ということで、まあ、6ターン内では攻撃力ダウンなんですけど、ゴッドエネルの方を見てみますと、5ターンしか回復しなかったんですよね、まあ、なのでこの5ターン回復した後、まあ、先ほどとちょっと編成違うんですけど、こちらヤマトの、まあ、サポートでつけているこのルフィですね、冒険1回限り敵から攻撃力ダウン状態を受けた時次の1ミリの行動時に攻撃力ダウン状態を一旦回復がついてますので、6ターンこれで解除できるかなと思います。まあ、あとはそうですね、まあ、あとはうん、まあ、シャンクスもいますし、まあ、ヤマトもいるので、まあ、火力的には問題ないのかなと思ってます。はい、ということで続いてはラスト、ヒョウゴロウの方を見ていきますか。まあ、こちらはですね、バトル1の時に、格闘白式射撃タイプのキャラの、膝ターンを8ターン短縮してくれます。でバトル2の方で4ターンの間上段右の、戦長効果無効と4ターンの間上段左側封じで6ターンの間戦員必殺技封じがかけられるんですけど、
6ターンの間必殺技封じ、まあ、こちらはですね、こちらシャンクスの必殺技というかね、あの船長効果の方で、必殺技状態を10ターン短縮できるので、まあ、これで解除できるかなというところですね。であと封じと船長効果無効、まあ、こちらはですねこのボニーの必殺技で解除することができます。でですねバトル3の方では必殺技ターンを一旦巻き戻し、まあ、こちらは先ほど同様ね、ビオラで必殺技ターンを巻き戻ししつつ、まあ、必殺ターンを一旦増やすことができるのでどうにかなるかなと。であと6ターンの間チェーンケース 1.1 倍固定、まあ、これはね先ほど言った通りシャンクスの必殺技で 3.5 倍に固定して、耐えてくれると、うん、これも関係ないかなというところですね。であと6ターンの間しびれがついてますので、こちらのシラホシ&マンシリーの必殺技で、しびれを7ターン短縮できるので、まあ、これで解除できるかなと思います。はい、ということで今回ね初心者の、編成紹介をしてみたんですけど、まあどこかねまたちょっと微妙なとこがあったりするかもしれないので、まあこちらもね戦ってるうちにこう変えたりはすると思うんですけど、とりあえず自分はこの編成でいこうかなと思ってます。で皆さんもね少し参考になっていただいたら嬉しいかなと思います。まあということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっておった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。